DNA はたらい、指摘された送球を早くも修正し、里崎おじさんにっこり。3回表西1、2塁で右前田に右翼はたらいのプレーが目に飛び込んできた。2塁走者が3塁を回ったところで、冷静に判断して中継に送球。それも、日刊スポーツ評論家の谷重さんが指摘したように、低い弾道でカットマンに正確に投げていた。右、一塁、三塁と渡るも、一塁走者の三振はさせなかったが、谷重さんの指摘をしっかり修正していた。見ていて、思わず笑顔になってしまった。谷重さんの指摘を受けてしっかり修正したと私は思いたいし、そういうスタンスで必死に試合に取り組む渡来の姿勢に好感が持てた。里崎がポジポジしてるぞ。里崎はなんや萌えキャラ目指しとんのか。元から萌えキャラやろ。それもそうやったわ。去年関根が何回かやってたプレイだな。それでランナー進められた記憶がある。関根メキシコで低い送球徹底してたから改善されるかもしれん。まあ関根はなかなか治らんなと思うけど。力強い中継でもランナーは止まるんでこれを外野手全員やってほしい。去年みたいに前進守備でもホーム突入されるのはもう見たくないのよ。本当に刺すことより抑止力の方が大事やからな今は。なんか国の安全保障みたいでかっこいいな。送球の正確さは大事。阪神の近本選手とかは、肩が特別強いってわけじゃないけど送球が正確だから、走者を抑止できるし二次被害も起きない。こういうのは谷重が言う前にコーチが言ってほしい。小池は何のためにいるんだよ。里崎とか谷重とか気難しいネチネチおじさんたちに褒められてるのがポジやね。ついでに谷重にもよいしょしている里崎はほんま賢いな。そら球界のアイドルやから基本的な気配りは当然そうよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。